ただの将軍だと見くびってもらっては困る。諸君らが探す砂の巨人とやらがいるなら、この砂漠ではないかね。木を隠すなら森の中とは言うけれど、そんな単純な。さすが将軍、天才的。なはははは。いや、割と普通の発想じゃん。援護してやる。敵が戦闘エリアに侵入しましたよ。あれが巨人か。目玉の巨人だ。風船頭だろうが。何？サイクロプスか。あんたたち勝手に名前を増やすな。アンドロイドだって。私が変わる。
埋めて完璧だったはずだぞ。2000年経っても戦いの骨子は同じ。ローマの知恵は役に立っただろう。俺はトレファー、君たちの言うアイアンレインの EDF から派遣された。よろしく頼む。本名のニコラオスは捨てた。私はあらゆる古武術を学び、スパルタと一つになったのだ。安心しろ、ヴァンパイアとはいえ我が輩はグルメなのだ。人の血など吸わん。この世界の奴らに PA ギアの力を見せてやるさ。この洞窟は敵の巣でした。戦術士官が過去形で言うな。四面楚歌ってやつですね。一難去ってまた一難。いや、補欠にやずんば孤児を運動将来万全という孤児を我らの手で掴む。行くぞ行くぞ。私がやる。オーメーションチェンジ。やれやれ、見ていられないよ。突撃をかけるぞ。この程度で倒れるとはなさ。下がれ、私がやる。被弾した敵は周囲にこちらの存在を伝えます。攻撃を開始する際は生物がわらわら来てます。オーバードライブ。こっちを。誘爆させることができます。簡単に言ってくれるわね。近づけさせなければいいだろうが。近づかれたら敵なる兵の本体を奪う。グレネードから退避する。距離が遠かったらグレネードを狙って誘爆。近づかれたら本体を攻撃して退避。なるほど。最後に本気を出す。フォーメーションに戦車。敵のお代わりが来たみたいです。見ていられないよ。ベスト、浅いんだよ。大人のくせに風邪エンドベース。背中を入れていますね。
する。将軍ありがたき幸せ。あんまりヘイコラするなよ。進む太鼓持ちかよ。多分将軍さんのユニークスキル統率者が発動してるんでしょうね。ユニークスキル聞いたことないぞ。ブラザーが持つ隠しパラメータカリスマが200を超えると発動するんですよ。我が輩のカリスマ値は見頃だ。いきなり謎設定をぶっ込んできたわね。どこぞの転生者じゃあるまいし。僕のカリスマは5ですね。 5? 下がれ、私がやる。アイルランドは競走馬の人口密度が世界一。駅もカフェも映画館も馬だらけですよ。何を成したかで決まる。そう考えれば怖くはありません。このエリアで4匹と9キリマンジャロ隊が交戦中。苦戦しています。4匹と9ということは第4師団なのだろう。優秀な連中ではないのか。はい、師団の番号は強い順ですから。第7師団の僕らより3つも格上です。なんでデカランチャーなんかに抑えねえの。待って、あの時は倒して巨人にリベンジだろうが。あれはアタランチ。非常に高い体能で全身が覆われています。将軍、弱点がありません。どうすれば。ならば火力を集中するしかあるまい。オーコース一匹ずつ引っ張りますわよ。次の攻撃です。
私にやらせるのか。おお、跳ねてますね。この戦いを歴史に刻むとしよう。そこか。3つ。
この作戦、分かっていることは一つ。敵に慈悲は無用だということだ。マザーシップからガンシップが発進しました。数は推定1000を超えています。ガンシップは各方面に展開中。想定通りだ。各師団は対抗戦に備えろ。マザーシップへの攻撃は第2師団が与え、諸君ら第4、第7は目の前の敵に集中しろ。こちら4人と9、キリマンゼロ隊、引き続き貴殿と行動を共にします。了解、共闘に感謝します。ほら、傷を癒す豆をあげる。ほら、傷を癒す豆をあげる。スイッチ、俺に任せます。寿司を食いてえな。寒い海で取れる魚。次メンバーもリロードは続行します。敵の地上部隊です。マザーシップを守ってるみたいです。カタランチュラにヘクトルにガンシップ。遂行する。まるで銀の軍団だ。なーに、ただの色すら塗ってないスグミプラモのご一行様でしょ。それでこそ監督。邪魔だ、火力を集中させろ。続けてる。
進行に出ろ。すまんな、ショーの始まりだ。作戦の進行に支障はない。そうつかった。分かっていることは一つ、敵に慈悲は無用だということだ。そこ休暇だからってはしゃぎすぎない。まあいいんじゃない。よし諸君、コテージに武器を置いたら早速イントゥジオーシャンだ。そうやっさ。皆さんのコテージは右端です。堂々隊の皆さんじゃないですか。おやまあ、これはこれは最弱の第七師団や。いやいや姉さん、進む君たちはなかなか活躍してるみたいですよ。そうだそうだ、
俺たちはこれからバナナボートしに行くでガンス。進むっちも一緒に行くでガンス。浮かない顔ですね。いや、旅行先で皆さんと一緒にいると何か事件が起きる気がして。人を男その名探偵みたいに言うんやないで。うわ、何、霧が出てきたわ。ほら、やっぱり海から巨大生物の反応です。魚の魔獣だと。だがポセイドンは敵を捕まえて。ダネさん、私たちはどうします。バカンスの間に居されて許せるわけないわ。覚悟しい魚野郎。初めて意見があった。
すため助太刀するでござる。